ジャパニングされた茶盆。ジャパニングはアジアの漆器の欧州での模倣品に起源を持つ仕上げの一種である。最初は家具に使われたが、後には金属製の小物によく利用された。この単語は17世紀に生まれた。しばしばラッカーと呼ばれるものの、ジャパニングは東アジアの真のラッカーとは異なる。東アジアの漆器は漆の木の乾燥樹液を元にした。 調合液で物を表面塗装することで作られるが、この木は欧州にはなかった。欧州では漆の代わりにバニス、シェラックなどを使った新しい技法を編み出した。ジャパニングはほとんどの場合黒色のラッカーでほとんどエナメル塗料に近い。黒色が一般的であり、ジャパニングは黒色ジャパニングと同義であるとしばしば考えられる。この 欧州の技術はシェラックに似た樹脂を主成分とするワニスを用いる。これを加熱乾燥した層に適応し次に磨くことで滑らかで光沢のある仕上げとなる。黒以外にも赤や緑、青の仕上げも可能である。陶磁器のための化粧塗料としてインド、中国、日本で生まれた漆器は17世紀までに欧州に伝わった。17世紀末。 高品質の漆器が輸出されなくなるとの欧州上流階級での噂からイタリアでの生産が始まった。その伝統的な様式は黒の貴重色と金色の衣装と絵を用いた。ジャパン塗装がされた18世紀の懐中時計ジャパン、塗装されたものの需要が高まるにつれアジアの漆器を模倣するイタリアの技術も広まった。ジャパニングの技は17世紀のイギリス、フランス、イタリア、 国会沿岸の低地帯諸国で発展した。この技術は1688年にオックスフォードで出版されたストーカート・パーカーのトリーテス・オブ・ジャパニング・アンド・バーニッシュイングといったマニュアルに記載された。植民地時代のボストンはアメリカにおけるジャパニング取引の主要拠点であった。ここでは少なくとも1ダースの木製家具製造業者がジャパン塗装された物品を 自分たちの専門品に含めていた。イングランドでは、デコパージュ、特に植物から着想を得たメアリー・ディレーニーの作品が非常に人気となった。ウルバーハンプトンで1865年に建てられた、ロバート・ストラウド &C 社のニーボンワークス工場、ウルバーハンプトンとブリストンは、ジャパン塗装された品の製造の重要な中心地であった。 1818 18年の商工名館は、ウルバーハンプトンで20、ブリストンで15のジャパニング工房を掲載している。1866年に出版されたサミュエル・ティミンズの本、バーミンガムザミッドランドハードウェア・ディストリクトによれば、当時、ウルバーハンプトンとブリストンでは2000人が、ジャパニングとブリキ産業で雇用されていた。ジャパニング会社は、 経営者の自宅に隣接した小規模の家族経営工場から250人を超える従業員を雇用する大規模な工場まで規模は様々であった。大きな工場ではブリキやパピエマシェの生産、ジャパニング工程は全て一つの屋根の下で行われていたのに対して小さな作業場では一つ厚いは二つの商品の取引だけを行う傾向にあった。その人気の高さから 豪華に装飾されたジャパン塗装製品はすべて中産階級の過程で見られるようになったが、19世紀中頃は変化が始まった。1880年代までにジャパニングとブリキ産業は下り坂となった。これは部分的にはファッションと好みの変化、部分的には電気メッキの発展が原因であった。それに応じて、 ジャパン塗装製品の製造業者はより実用的な品物に注力し始めた。多くの業者はエナメル加工、電気メッキ、銅及び新中性石炭バケツ、ファイアースクリーン、夜間など他の業種に転向した。1920年代までにウェストミッドランズの装飾ジャパン塗装製品産業はほとんど廃れた。多くの会社は新たに確立した自転車や自動車産業へ、 ジャパン塗装された金属の供給をはじめ一部の会社は自分たちで自転車の製造のいった。これらの中で最も成功を収めたのがジョン・マーストンであった。マーストンのジャパニング工場は1887年に自転車の製造を始めた。会社の自転車製造部門は装飾ジャパン塗装製品よりもすぐにより成功を収めた。マーストンの妻は 黒いジャパン塗装自転車の金装色が太陽光線のように見えると考え、自転車はサンビムというブランド名が付けられ、工場はサンビームランドと命名された。金物類は装飾的な理由で黒色にジャパン塗装された。また、水を運ぶのに適するように金物類の錆止めのためにも使われた。ポンティプールとアースクではブリキ産業が始まる少し前に、 大きなジャパニング産業が発展した。ジャパン塗装製品は1719年までにブリストンで、その後この地域の至るところで作られるようになった。19世紀と20世紀、このラッカー技術はデコパージュの手芸へと発展した。デコパージュは家具ではなく箱や化粧品の入れ物に焦点を絞っている。ジャパニング技術はミシンやタイラ・カンナ、建築業者の金属製品。 また北米では1930年代中頃より前に作られた電力量計といった金属製品を保護するためにも発展した。その後、変圧器のラミネーション状の絶縁膜としても使われた。また、鉄板写真処理のための機材としても使われた。ありがとうございます。